券は運転手に分かりやすくお見せの上お降りください。お降りのお客様は前側のドアからお降りください。ドアは一番の停車てっちゃんがすごいです。しかし秘境駅ファンはいないみたいですね。血がね、てっちゃんは多いけど秘境駅ファンはいませんでしたね。降りたのは私、一人でした。とりあえず見送ります。浜原行きです。いやいやすごい。運転席のあの台っていうか、あそこにあの三脚を置いて撮影してましたね。何台か。いやすごいです。ここでいよいよまた久しぶりの、地獄の2時間待ちが始まります。ここで2時間待って向こうの方から来て、江津本町また郷津の方に一旦戻るんですよね。戻ります。すぐ前に家がありますわね。なんか庭先に駅があるっていう感じですね。すぐ前に家があります。民家です。小さな車止まってます。違うね。郷津本町に、戻ります。2時間後に。いやすごい。てっちゃんのオンパレードです。いやでも秘境駅ファンがいなくてよかったな。一人で降りたかったですね。やっぱりちょっと待合室と、おお、わりかし綺麗。これ近くの人が掃除してるんでしょうね。これね、掃除道具もあるし。なんだ、次はこれかな。この14時45分で郷津行きでお隣の秘境駅に戻りますわね。あと2時間、ちょうど2時間なんですよね。いや、まあ、ここです。血がね、お隣の郷津本町、ここもあの秘境駅なんです。駅ノート。目の前に民家、あと
遠くの方にもあそこも民家。出ばいいんじゃないですかね、のどかで。で食事しようかなと思います。はい。なんだかよくわかりませんけどね。わかりませんね。ちょっと踏み切りの方に行ってみましょう。小さな道があって。こんな感じです。山あいの小さな秘境駅っていう感じがします。じゃあまあこんな感じでもう大体分かったと思いますんで、止めて食事をします。江津方面を見て。